福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオン。バッターボックス井上。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで、手を緩めずに打ってほしいですね。バウンドになります。2球目打ちました。大きな打球になった。ライトが追いかけますが、頭を越えました。セカンドランナーホーイン。ライトオーバーのタイムリーヒット。8-0ホークス。打順は1番に帰ります。バッター柳田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトランナーありません。入れてきました。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライク。打ちました。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。小宮山さん、この場面で代打ですが、ピッチャーの心境としてはいかがでしょうか。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの人、セカンド弾く。これはセカンドのエラーです。ツーアウトランナー一塁。記録はエラーということになりました。ソフトバンク、打ちに打ちました。大量